ございますけれども、もうダミアン大活躍ですね、はい、でしたねいやもう前回 あの6話の時に登場して、うん、はい、もうなんか初っ端すごいなんか、うん、悪ガキ感というか、あ、まあまあね、今日なんだろう、あのアーニャのやっぱり天敵感がね、はい、そうですね、強かったですけれども、もう一発ぶちかまされてそうですね、もうなんかもう目が覚めた、目が覚めたじゃないですけど、はい、まあ、それから打って変わって7話ではなんか急に、はい、なんていうんですかね、モヤモヤし始めてみたいないやもうだから、うんうん、まあある意味ね、うん、ダミアンがここからどんどんとね、うん、あのまあなんていうんですか、うんうん、ナイト的なじゃないですけれども、はい、なんかちょっとアーニャのことを気にかけ始めるというかね、そうですね、その揺れ動きがやっぱ見てて可愛いなみたいな、もうすごく可愛いですよね、うん、なんかあの絵の方でもすごく素敵にしてくださってるなっていうのも、はいはいはい、原作でもすごくなんか、うんうんうん、可愛らしかったんですけど、うん、やっぱ動きとか色がつくことによってまたなんかダミアンのさらなるこの心情がすごく現れてるなっていうのもあって、はい、なんかアーニャもう可愛すぎるじゃないですか、そうですね、もうなんかちょっと若干フィルターかかってんじゃないかぐらいすごいキラキラしててなんかあのすごい一生懸命に謝ってくれて、もうそこからダミアンは多分ヒュッてスイッチ変わったとは思うんですけど、あの時、まあれはちょっと好きになっちゃうよねって思いましたよねそれ好きってことだよみたいな、はい、あんなキラキラした目で、あんな可愛らしい目で見られたら、うん、それはダミアンも夢中になっちゃいますよね、うん、いや、 やっぱりあの